ちろん難しかったんですけど、いろいろ慣れたら良くなりました。特に文教の学生たちがとても親切にしてくれて、慣れるときにとても助けになりました。確かに 100% 日本語で授業するのは最初にはとても難しかったです。でもどんどん慣れていくと日本語で話すのがとても自然になったし、一人で話すときにも日本語で話す癖もできるぐらいに日本語に慣れてとても良かったです。古典文学の先生が一応留学生だからちょっと 助けてくださったし、それから1年生が学ぶ授業だから古典文学だとしてもそんなに難しい内容は出てこないので、なんとかできました。そうです、アルバイトしました。マクドナルドでアルバイトしました。最初には日本語でするアルバイトだからちょっと難しかったんですけど、マネージャーさんたちとか一緒に働くクルーたちがいろいろ助けてくれて、2ヶ月ぐらい過ぎるとどんどん慣れてよく働けるようになりました。そうです、どこにもちょっと慣れたら全部できると思います。日本の生活は一応寮がとても綺麗で住みやすいところだったので良かったし、住んでいるところが日本の中心かだから新宿とか渋谷からそんなに遠くないので、週末とか授業が終わった時に遊びに行くのもできるし、勉強する時にも周りに勉強できる図書館とかがあってとても良かったです。저는중학교3학년때우연히일본애니메이션과접하게되었는데굉장히재미가있었습니다이후번역된일본만화도읽게되었는데굉장히장르도다양하고재미있는내용이많아서고등학교때는푹빠져있었습니다이렇게해서일본과일본문화전체로관심이점점넓어졌습니다그래서인지자연히대학도일본문화와관련된컨텐츠를전공을택하게되었습니다먼저학과친구들이정말착하다는것이느껴졌습니다제가어느날졸려서점심을먹지않고자고있었는데부탁하지도않았던빵과우유를사다주었습니다이렇게모두학과친구들이착하다는것이느껴졌습니다그리고어학연수프로그램교환학생등2, 3학년에올라가서하고싶은것이있다는것이매우즐겁고기대됩니다특히3학년때일본으로교환학생은꼭가고싶습니다그리고수시로열리는특강들이다양한것이정말좋습니다이미지메이킹특강은정말좋았습니다저자신을돌아보게되었고나를어떻게완성시켜나갈것인지를알게해주었습니다정말기억에남는강의입니다역시졸업후에는일본으로진출하여일본기업에서일하고싶습니다이를위해서는일본대학에서교환학생으로가서공부하는것이